さあもうすぐだそうですよ。山頂まで間近、アプローチ。ふーしょ、山頂。ふーしょ、着きました。着きました。三角点、うん、アプローチはね、1057、あ、2057、三角点と一緒だ。こちらが、抜ける方ですね。さあ狭いですね、山頂は。大菩薩霊の山頂、本当に狭いです。戻ってきました。雷岩のとこだ。よいしょ、あんこ、あんこ、ナナちゃん、ナナちゃん、ナナちゃん、今日上のね、パンちゃんがいる。本当だ、もうないね。チャンスかもしれないということですよ。どうやって来たんだ。チャンスを知った。こういう風に行ってきて、この辺が峠だね。峠に来てこう行ってるんだね。そしてウニな、違う、雲取りではないね。の向こうに見えてますけど、見えなくなってきましたね。降りてきました。歩きやすくなりましたよ。よいしょ、紅葉っぽいのが、あ、これあれだな、あの木じゃない、あの赤ヤシオとか違うか。あれヤシオ系じゃない、この手前も違うかな。ヤシオの葉っぱに見える。向こうに富士とさっきのダムですね、ダム湖。あ、これがカラマツか。カラマツだ、きっとね。カラマツだと思う。葉っぱが短いね。でもカラマツ尾根ですから、秋にかけてもっとね、葉っぱが大きくなるんだよ。そんなことはないか。カラマツの松の葉っぱってもっと大きいと思うんだよね。なんか長かったような気がする、落ちてるやつ。短いよね、短いタイプなんだ。なんか落ちるって感じ。すぐこの尾根は最高に気持ちいいね。誰も来ない。
小屋が見えてきましたよ。くちゃんそう着いたかな。この辺にあるのがね。くちゃんそうに着いた。戻ってきましたよ。戻ってきました。くちゃんそうに戻ってきました。くちゃんそう。これ菩薩大菩薩峠からの稜線なんだろうね。でぐるーっと大菩薩で見てこうやってみましょう。ボート用のキノコ。私たちみたいにこんな静かな山旅じゃないですからね。虫の声、鳥の声なんて全然聞こえない。パリ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 。あ、警戒のヘリコプター。ヘリコプター。うん。SP の警察を回り護衛したりして。そうそうそう。だから一緒になった人はまあ会えてよかったけど、自分たちのコースタイムでは歩けなくって、はあ、ここで待っててください。ここで待って。雅子さん、広宮さん、ああそういうことか。来た時の話だね。今日来られたのかと思った。誰かが、誰か偉い人がいらっしゃったの。その時は、うん、空にヘリコプター、軽護衛、あ、護衛じゃないや。ああそういうことか。ヘリコプターがパラ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 してて。こっちはそう広いんだ。ああずっと奥があるもんね。あーすごい楽しそう。いろりがあるんだ。あーすごい。本当によかったね。そしてクチャンスって。あ、安全祈願だって。先に安全祈願して登ればよかったね。上手にお手手を合わせていらっしゃいます。当たり前か、本業ですもんね。あー気づかなかったな。さあシャドウを帰りますよ。良さそうな駐輪帯ですか。と駐車場だ。さあ着きました。着きました。到着です。だからまたんだよね、この登山道からね。どうすんだろう。帰りは到着でございます。あんなとこで。あんなとこで。
ごい山だな。暗がるんだ。うわ。どう上がってくんだろう。こんな形だったよ、あれほら、マリシテン抱えてる。どっから上がるのかな。あ、見て、夕焼けに飛行機雲が。